お久しぶりと思ったことは最近ありましたか？はい、こんばんは。小室ゆりの夜サプリ。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組。今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し所薬務庵、琉球食系、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。お久しぶり。いや、この番組自体は全然お久しぶりじゃないですよ。毎週やってますからね。何がお久しぶりか。はい、この番組のメインテーマにもなっております恩返しを含むミニアルバム、2017年に発売いたしました恩返しが、はい、久々に各配信サイトで聴けるようになりました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、聞いてくださいね。 Amazon Music をはじめ、各有名な配信サイトにて配信しておりますので、ぜひお聞きいただければと思います。このアルバムね、もちろん自分でもすごく気に入ってるんですけど、誰が一番気に入ってるかって、制作に関わったエンジニアさんとかスタッフさんが気に入ってるっていうありがたい話ですよね。蓋を開けてみたら意外と良かった。なんかね、私こういう話多いんですよ。それこそ30年前にアダルト業界デビューした時も期待されてなかったんですね。他にたくさんいい女優さん いらっしゃったので、でも蓋を開けてみたら意外といいじゃんっていうのが、どうやら小室ゆりのポテンシャルらしいです。はい、びっくり箱状態ですね自分で言う、はい、自分で言います。まあ、そういうとこあるなと思いますよ。ということで、今週もびっくり箱の小室ゆりをよろしくお願いします。お付き合いください。それでは今週のコーナー紹介参ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、先週に引き続き小室ゆり的サプリ論、ラジオで聞くセミナーをお届けいたします。7月の頭からね、こう続けてお話をさせていただいている、まさに来週ですよ。はい、発売することになりました、結婚が幸せになるためのバイブル、こちらの中から、一部をピックアップして皆様にもご紹介していきたいなと思っております。そして今月は2週目、探偵サプリ、ご担当いただくのは MJ リサーチ総合探偵社現役探偵の若梅秀隆さんにご登場いただきます。いただき女子ってニュースになりましたよね。そのいただき女子の調査もなんとされておられるんだそうで、その中からお話をしてくださいます。興味深いですね。このコーナーもありますよ。占い癒し所薬務庵オーナー萩原薬務先生監修による今週の占いサプリ。夏ですよね。もうすぐ海の日です。ということで、海に行く日がテーマです。執筆ご担当は小悪魔系占い師スマイル丸山さんです。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生へのお悩み相談送っておいてください。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のビレッジ -c.com です。
メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントいたします。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信してください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。小室ゆり的サプリ論。ラジオで聞くセミナー、小室ゆり的サプリ論。7月の某所から、7月の当初からご案内をしております。いよいよね、発売になります小室ゆりの書籍、結婚が幸せになるためのバイブル、こちらの中から一部を皆様にもご紹介をしていきたいなと思っております。この書籍ね、今まで私がさまざまなご質問やお悩みをお受けした中から、ご結婚後にまたはパートナーシップを組んだ後によく出てくるセクシャリティのお悩みというのを Q&A 形式で書いております。結局200ページぐらいって、まあまあボリュームたっぷりな一冊となっております。その中から今日は Q42、 夫婦生活がレスなら相手に婚外セックスは許すの、こんなようなご質問がありました。これについて書かせていただいております。この話ってまあまあね、こういう場だからあえて言いますけれども、今このご時世で婚外パートナーを持ってない方の方がもしかしたら少ないと思えるぐらいの、はい、これは男性女性問わずです。はい、まだまだ女性のこう婚外パートナー保有率っていうんですかね、は男性よりは高くないけれども、今までの規制概念からすると、そんなに女性でも婚外パートナーいるの、要は彼氏いるのって思うぐらいだと思うんです。これになるきっかけっていうのが、ご夫婦関係パートナー間でのレスがきっかけで、この時によく言ってしまうのが、外でしてきていいよ、私に、俺にバレなければっていう、こう一方のその外でしてきていい OK が出ることがあるんです。それ自体は私は否定するものではないんですね。ただその後の一言ですよ、私が気になってるのは、自分にバレさえしなければ何をしてきてもいいよっていうこの一言ね。これってある意味夫婦パートナーシップにおける責任放棄なんじゃないんですかって私は思うんです。だってそのね、セックスしたいって誰とでもセックスしたいわけじゃないんですよ、したいって思ってる方って。でかつパートナーシップを組んだ、法的に夫婦になった、そういうお二人の信頼関係のもとに、あなただからしたいんです、あなたと信頼関係を構築したい、絆を確認したい、その上で愛情表現としてのセックスがあって快楽を得たい、こんなような心理が働いているんですね。でも今までの日本のこう文化の中で、セックスによる信頼関係構築っていうのをどうも軽く見すぎている傾向があって、そうするとセックスしてをちょっと拒んでいる側から、外でしてきてもいいわよ、私に、俺にバレさえしなければ好きにしてきてっていう風に突き放されたように感じちゃうわけですよね。まあ、その愛情の裏返しなのかもしれないですけど、ただこれってお互いにとって決していいことではないと思うんです。セックスっていう行為そのものは軽減されるかもしれないけれども、その後の信頼関係がどうなるのかなっていうのは
一回こうその言葉を発する前に考えた方がいいんじゃないかなって思うんです。私って大人でしょ、こういうことを夫に妻に言えるんです。それは決して大人じゃないです。私が思うのは大人じゃない、ただの責任放棄です。なので外でしてきていいわよ、バレなければっていうのは、この先たくさんの多様性というものを考えていく中で、私はもしかしたらですよ、言葉の暴力になる可能性っていうのも秘めている、そんな一言になるのではないかなって思うんですね。もっともっとお二人の間でこのセックスをどうするかっていうのをするしないではなくて、なぜしたいのか、なぜしたくなくなったのかっていうのをお相手が受け取れる言葉を理解した上で話し合ってみてほしいなと思います。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と凪の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの下谷光三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月2週目は探偵サプリ。ご担当いただくのはMJ リサーチ総合探偵社現役探偵の若梅秀隆さんです。今月はニュースで話題になりましたいただき女子についてお話しくださいます。こういう調査やっぱりあるんですね。それでは若梅さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。探偵サプリを担当する MJ リサーチ総合探偵社、調査歴20年、現役探偵の若梅です。探偵サプリでは気になる探偵事情や男女問題に関わる調査事例などをお話しさせていただいております。今回はニュースでも話題になっていた、いただきリリちゃんこと、いただき女子の詐欺被害についてお話ししたいと思います。このいただき女子の詐欺被害は非常に多くてですね、ニュースでも取り上げられて、あ、僕も詐欺に遭ってるかもというようなことで、いろいろとこの注目をされています。MJ リサーチでも、このいただき女子の被害、非常に多く相談をあり、実際にですね、調査を行って、解決であったり、逮捕に、行うようなことを行っています。まずこのいただき女子とは、名前は聞いたことあるけど、一体何なのと。この結婚詐欺とは違うのというところがあるんですが、いただき女子はですね、結婚詐欺と違って結婚の約束やまた肉体関係っていうのがないのが特徴になります。では、
どのような手口で、まあ、いただき、要はお金を騙し取るかというと、やはり出会いはマッチングアプリや、中にあの風俗とか、そういったあの、まず出会いの場所からスタートしていきます。で、やはり恋愛感情っていうのを非常に多く出していって、まあ、結婚まではいかないんですけれども、やっぱあなたのことが好き、ずっと一緒にいたいというような導入で、で、肉体関係がないまんま、相手にはもう付き合ってると思わせるような LINE の文面とか、あとは接触ですね、デートなんかをしていきます。で、その中で、実はの私、奨学金が残ってて、残りのお金が大変なんだとか、あと家族が病気で、その分を私がお金払ってて、本当に貧乏なんだというようなあの辛いようなことを言って、相手に、じゃあ僕がちょっと出しておこうかとか、これお金貸しておこうかと言ったところで、現金でその受け渡しなんかをするような被害になってます。まあ、実例として、まあ自分たちでももちろんいろんな調査をやっているんですが、やはり、やっぱり奨学金が払えないとか、あとは家族と一緒に住んでるんですけど、家族の分お金を払っている。また、本当に生活が困難で食事すらも厳しいというようなところを言って、やはり現金ですね、直接会って手渡し。やはり口座であったりとか、ある程度履歴残るというものがありますと、後々、それが証拠になってしまうので、極力現金で渡してってるのが多いですね。まあ中にはもう1000万以上とか支払ってる方も本当ザラにいます。また実例でこう行っていく中で、まあ調査をではやっていくと何になっていくかと。やはり実際にこう渡してるお金の理由ですね。家族が本当に大変なのかどうか、生活苦で全く、食事なんか取れない。また調査で実際自宅が判明するとか、まあ言っていたところと違う。あとはもう男性と一緒に暮らしているとか、他の被害者とかにも言っている。あとは名前が実は偽名だったっていうような内容が調査で出ていきます。それを報告書にして、実際の内容ですね。まあそれを依頼者さんと確認して、まあ例えばお金を返していただきたいんであれば、弁護士を通して交渉する。またそれでも許せない、また支払うお金もないということであれば、刑事事件として、まあ、警察の方に報告、被害届を出して逮捕してもらうような内容になってます。やはりこの頂き女子、非常にマニュアルなんかもこの頂きリリちゃんで出てしまっているので、まあ、本当被害が多発しています。まあ、実際こういったお話を聞いて、あ、もしかして僕も騙されてるのかもと思うようであれば、MJ リサーチにご相談まずをしてみてください。まあ、調査の、ご相談は MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube もご覧になってください。まあ、今回は、いただき女子の、被害事件についてお話しさせていただきました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。この手の詐欺被害が多いっていうのってびっくりしませんでした？ニュースの中の話だけかと思ったら、決してそんなことはないんですね。おやっと思われた方いらっしゃいませんか？大丈夫ですか？おやっと思ったら、一度 MJ リサーチ総合探偵社にお問い合わせをしてみるのは悪くないと思いました。私も気をつけよう。何をはい、ありがとうございました。ベテラン探偵の高い調査力を適正な価格で提供します。弁護士や夫婦問題カウンセラーへのご紹介で、アフターフォローも万全です。まずはお気軽にご相談ください。インターネット検索は MJ リサーチ探偵でお願いいたします。また、MJ リサーチ総合探偵社が管理運営する YouTube チャンネルもどうぞご覧ください。占いサブリ、 DMM オンラインサロンやその他サブスクリプションが好評です。占い癒し処薬務庵オーナー萩原薬務先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、
今週も十二星座で占います。ねえねえ、海の日は海に行こ。沖縄の海に行きたいです。それではセクシーに行っちゃうぞ。おひつじ座、ガキ氷食べてからキスすると冷たくて気持ちいいのよね。シロップはメロン、イチゴ、それともレモンかな。おうし座、日焼けしたくないから背中に日焼け止め塗ってくれない。ちょっと待って、水着の下は塗らなくても大丈夫よ。双子座、海の家のおしゃれデザート、かき氷の上にチェリーでしょ、チョコバナナでしょ、極太カットのマンゴー、どれからしゃぶろうか迷っちゃう。ガニ座、ライフセーバーの人って細マッチョで素敵ね。あら、嫉妬しているの？大丈夫よ、あなたは私だけ守ってくれればいいんだから。獅子座、あなたがラムちゃんのコスプレを見たいって言うから鬼のパンツ探してみたんだけど、これ濡れるとスケスケだから海に入れないわ。乙女座、今年の水着はワンピースにシアー素材のトップス合わせてみたの。ビキニじゃなくて残念でした。天秤座、たくさん泳いで日焼けして、夜は水着の跡がどれくらいついているか二人きりで確認しましょう。サソリ座、夜の海岸は人も少なくてロマンティックね。あら、向こうのカップル水着脱ぎ始めたわ。ねえ、私たちも真似しちゃう？イテ座、海の家のフランクフルト、年々小さくなっている気がするの。あなたのフランクフルトは大きいままよね。ヤギ座、久しぶりの海が楽しすぎて夜は着替えもしないで寝落ちしちゃった。ねえ、私どうして今すっぱだかなの？水亀座、海の日のデート、仕事で中止になっちゃった。新しいビキニ買ったのに見てほしかった。一人じゃつまらないから元カレ誘っちゃおうかな。魚座、海を見ていると初めての彼のことを思い出すの。シックスパックの腹筋でしょ、ビル板から飛び出しそうな何か。あなたももう少し鍛えてほしいの。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット薬務漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今回の占い執筆ご担当は小悪魔系占い師スマイル丸山さんでした。皆さん自由に書いていただいて非常に結構でございます。はい、だんだんチームヤクモと小室ゆりのカーンというバーサスの鐘が聞こえてきそうな、そんな占いコーナーになってまいりましたね。ありがとうございました。
あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ。そろそろエンディングのお時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。来週はこのコーナーです。名古屋のセラピストゆずきさんご担当の女風サプリ。毎月女性の心を理解する素敵なお話を持ってきてくださってますね。楽しみにお待ちしたいと思います。さて、冒頭にもお伝えしましたが、いよいよ来週の日曜日が最終日です。小室よりただいまクラウドファンディングチャレンジ中です。セクシュアルコミュニケーションの悩みを解決、結婚が幸せになるためのバイブル、こちらあと一歩というところで、目標達成するところですので、皆様の温かい5000円を何卒お願いを申し上げます。プラットフォームはキャンプファイヤーです。キャンプファイヤーのページに入っていただいて、検索ワードは小室ゆりセクシュアリティ結婚、小室ゆりセクシュアリティ結婚、この3つのどれか入れていただくとヒットしてまいりますので、ぜひ一度なぜこの書籍を小室ゆりが書いたのか、熱い思いをお読みいただければ幸いです。クラウドファンディング、セクシュアルコミュニケーションの悩みを解決、結婚が幸せになるためのバイブル、7月15日までクラウドファンディングチャレンジ中です。温かい応援をお待ちしております。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、琉球食系ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうーまくーでやなわらばーな演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが、笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド、水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後に、あなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。嫉妬は恋とともに生まれる、しかし必ずしも恋とともに死にはしない、フランスの文学者フランソワ・ド・ラ・ロシュフコーの名言です。嫉妬も見方を変えれば甘い麻薬のようなもの、一度知ってしまったその味を忘れることはできないんでしょうね。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。私は生まれた、この思い届けたくて、あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなたに